ものすごい人です。ものすごい人。いただきます。スタジアムに来ました。すごい。今日はですね、アビスパ福岡対浦和レッズアウェイは最終戦ということで、今日ここ埼玉スタジアムにやってきました。アビスパルヴァンカップも優勝しまして、リーグ戦残り2試合となってます。このレッズアウェイで勝って、最終戦12月3日のサンフレッチェ広島戦ホーム戦に臨みたいと思います。今日も応援してきます。ここは南側の広場なんですけど、ものすごい人です。ものすごい人。まだね、開演2時間前なんですけど、ものすごい人です。はい、そしてこっちが埼玉スタジアムとなっています。はい、もうほぼ赤い人しかいません。ものすごい人です。賑わってます。多分ベススターのね、最終戦もこんな感じになるんじゃないかな。はい、もうものすごい人です。タグルに並ぶのも暴かれるほどの人です。ここはビジター指定の席となっています。ビジターのユニフォームを着ての応援ができます。はい、試合開始まだ1時間前ですけど、このような状態です。この下にですね、応援席があります。今日はここからユニフォームを着て応援をしていこうと思います。スタグルは全部串物にしてみました。まずこちら、うなぎの串焼き、美味しそう。いただきます。あ、美味しいです。うなぎを串で食べれるの最高やね。あの、手も汚れないし、私みたいにあんまりご飯が食べられない人でも、こうやって2本入りなんやけどね、あの少しずつ入ってるので、ちょっとずついろんなグルメを味わいたいって方はめちゃめちゃいいですね。うなぎもふっくらしてるね、ジューシー。もうなんかね、スタグル埼玉駅から、まあ浦和の駅からすごく歩くんですけど、あの歩いたパワーをね、このうなぎで補充してね、しっかりこの後声出して応援したいと思います。美味しい。続きまして、今度はスタンド内で買った肉巻きおにぎりを食べてみようと思います。これもね、こう串についているので、手汚れずにあの片手で食べれるっていうね、美味しいスタグルですね。いただきます。あ、柔らかい。うーん、めちゃくちゃ美味しい。柔らかい。ご飯がね、すごい味が染みてるし、外のお肉もあの柔らかくてね、この豚肉が味が染みてて、めちゃめちゃ美味しいです。これはね、ご飯に最高。そしてこちらもスタンドの中で買いました、大人フランクという種類です。何が大人なんやろうって思うんですけどね、これも串で手に持って食べれて、汚れずにね、片手で食べれるいいスタグルですね。いただきます。もうね、食べた瞬間のパリッとっていうのがやっぱ最高ですね。うん、パリッ、もうこれだけでね、買ってよかったなって感じがしますよ。味が濃いから、今日ね、いろんなビールが売ってたんですけど、クラフトビールとかも中に売ってて、もうそれとね、めちゃめちゃ合いそうです。もうペロッと食べちゃうかも。今日は全てスタグルを串物にしてみました。女性の方とか、あまり量が食べれない方とか、あの手を汚れずに食べれるとか、そういう意味でね、スタジアムにはこういうものもたくさんありますので、ぜひ楽しんでみてください。
2番ディフェンダー宇佐川雅人、37番ディフェンダー田代雅也、3番ディフェンダー原田敦樹、5番ディフェンダー宮大輝、29番ディフェンダー前島洋、99番ディフェンダー井出口洋介、6番ディフェンダー前田博之、8番フォワード東郷和也、11番フォワード山西優里、7番フォワード金森武史、続いてリザーブ選手です。31番ゴールキーパー村上正明、20番ディフェンダー三國ケネディです。16番ディフェンダー小田井月、17番ディフェンダー中村俊、28番フォワード菅野明治、9番フォワードルキア、18番フォワード上野、監督長谷部茂俊。以上が各社フォーカスのスターティングラインです。
レッツアビスパが勝ちました。ももかちゃんはあの今回で2回目のアビスパ観戦やったけど、どうやった？いや今日は勝ったし、初めて勝つのも見れたし、近くて細かいところがたくさん見えて、めっちゃ楽しかった。やっと勝ち試合見せられて本当によかった。いや応援来てくれて嬉しいです。ありがとう。シュートもね、今日は3点も決まったけんね。めっちゃ面白かった。よかったね。やっぱり決まるって欲しいよな。決まるやつでも結構惜しいやつとかもいっぱいあって、見せ場たくさんあるんだけど、すごい面白かった。よかったね。本当にアビスポの試合楽しんでもらいましたか？めっちゃ楽しかったです。やったアビサポが増えましたということで、次は最終戦です。皆さんホームでアビスポを後押ししましょう。頑張れアビスポ、フォーカー、バイバイ。